はい、どうも、てつです。こんにちは。今日は、自分の愛車には金をかけたいじゃないですか。なんか、細かいところも変えたり、いろいろしたいと思って、自分はそういう感じのライダーなんで、今日はバルブキャップを買ってみました。それがこちら。メーカーは知らん。なんか通販でね、買いました。イエローは スラマ、あの黄色のやつ、ストリートのやつで、これは青色も買った。青色は、フラットの方につけました。もう。でも、ストリートの方はまだつけてないんで、今日はその動画を撮っていこうと思います。よし。じゃあ、早速つけていこうと思います。で、俺、初めてなんだよね、ワイヤーエンドキャップつけるの。だから、やり方合ってるかわかんないんだけど、やっていこうと思います。レディゴー。はい、で、まあ、もう早速自転車がここにあるんですけど、ワイヤーエンドキャップを変えるにあたって必要な工具が多分これですね。ニッパーみたいな感じのやつなんですけど、こういうやつで、ワイヤーエンドキャップを取って、で、最後、新しいやつをつけて、ちょっと潰すんですよ。潰して外れないようにする感じです。ではやっていきます。これフロントのワイヤーエンドキャップです。変えます。で、変えるんですけど、これをなんか自分の使うやつはここに穴が開いてて、穴っていうかあのプラもできるような感じの刃がついてて、ここにね当てるんだよね。こう当てて、ここで抜くと抜きやすかった。俺は。買っていいぞこれ。これどうやって外せばいいんだろう。ちょっとググってきます。はい、調べてみたんですけど、やり方がねなんかよく分かんなかったんで、もう力づくでいきます。お、抜けた。抜けました。抜けました。はい。やっとです。はい、じゃあ、クルワイヤーエンドキャップで、つけます。はい、つけたら、ちょっと潰します。ああ、暗くて見えない。はい、こんな感じでどうでしょう。こんな感じですね。じゃあ次は真ん中やってきます。はい、三脚の端映ってるけど、比較をしていこうと思います。ちょっと待って、一個出し、スラマーにつけた方で比較します。これが旧型。俺なんかアクションカメラで動画撮ってるからピント合わなくて、さっきの取り付けてた動画もめちゃめちゃピント合ってなかったんですけど、ごめんなさい。はい。これが古いやつ。で、これが新しいやつですね。これ以上近づけると、一回近づけてみようか。
あ、いけるか。いける？でも、ボケてる。ボケてるよね。まあ、いきます。これとこれが、ビフォーとアフターです。はい。ちょっとね、新しい方が長いんだよね。長いっす。じゃあ、今回は、ワイヤーエンドキャップを取り替えてみたっていう動画でした。リンク見つかれば下に貼っておくんで、確認よろしくお願いします。次回は、多分、サンデー BMX やると思います。本日はご視聴どうもありがとうございました。シュッ。